岡地町駅は東京都台東区上の5丁目にある東日本旅客鉄道の駅である。駅番号は京浜東北線が JK29, 山手線が JY04。乗り入れている路線は線路名称上は東北本線1路線のみであるが、当駅には京浜東北線電車及び山手線電車の2系統が停車し、旅客案内では 東北線とは案内されていない。また当駅は特定特市内制度における東京都区内及び東京山手線内に属している。岡地町駅周辺の白黒空中写真国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成開業当時の町名から岡地町の由来については岡地町を参照のこと。 JR 東日本ステーションサービスが駅業務を受託している上野駅管理の業務委託駅。島式ホーム2面4線を有する高架駅である。出口は北口と南口の2カ所がある。1番線の東側には中距離電車が上野東京ラインを及び改装に使用する3本の線路があり、当駅付近で新行目的の線路に転線するポイントが設置されているため、 上野東京ラインは当駅通過ながらも減速して通過している。2020年度の1日平均乗車人員は48,245人である。JR 東日本管内の駅では新木場駅に次いで第63位。1993年度ピークに減少傾向にある。近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通り。春日通りたり駅。 中岡地町駅、上野岡地町駅、上野広小路駅の位置関係駅のすぐ北側を、春日通りが東西に通っている。当駅資金に A6A7、米入口があり、以下の路線への乗り換えが可能である。ただし、車内での放送、表示では都営大江戸線のみ案内されている。南口の松坂屋パークプレイス24正面には、2012年秋から、 パンダ広場という駅前広場があり、待ち合わせスポットのほか、季節により音楽などのイベントも模様される。その地下には自転車駐輪場がある。秋葉原駅までのガード下には2キロ5 4 0秋、丘アルチザンが2010年12月より開業している。駅周辺には宝石、貴金属店が多く見られるが、1955年頃までは、むしろ、 東上の一丁目に多く集まっていた。当駅前は、繊細で焼けて、空き地が多く、上の駅にも近いという立地を活かして、同年11月21日に、時計関係のトン屋有志12社で、中岡地町ドンヤ連盟が結成された。1975年以降、クオーツ時計が広まるにつれ、駅の南側近辺において、時計バンド卸商や、時計の修理店が、 それまで副業的に取り扱っていたジュエリーに業種転換を図るようになる。宝石の消費の増大と、それに対応する供給サイドの増大がうまく噛み合って、業者数も増えていった。町づくりと共同セールの開催を目的として、1987年9月、上の5丁目と3丁目のジュエリー業者159社が集まって、ジュエリータウンおかち町が設立された。 1989年頃には、岡地町地区だけで1000社以上もあると言われていたが、加藤競争と景気低迷で数が次第に減り、2000年代に入ってからは半分程度になったと言われ、インド人業者の進出が目覚ましい。その他、かつて岡地町周辺に多く見られた業者に自転車、組み立て業があったが、2000年代ではほとんど存在していない。その代わりに、ゴルフ道具、 スニーカー、化粧品、そしてメガネなどを取り扱う業種の進出が、アメ横商店街を中心に目立つようになった。また、ガード下や駅周辺に、居酒屋が増え、昭和通り沿いには飲食店が増えている。近くの、岡地町駅前停留所に加え、少し離れた、上野広小路、上野松坂山へ停留所から、都営バスが発着している。駐車区店広報資料、 プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。